慣れるまでは。うわ、すごい。すごい。すごい。しゃがんじゃって思わず。逃げた方がいい、逃げた方がいいよね。どこ。ねえ、壊してんの？移動してんの？いや、ビビり散らかしてしゃがんじゃいましたよ、マジで。怖かったー。うわ、虫がいる。ちょっと待って、見ていきましょう。いや、っていうかさ、情報量が多すぎて、マジで、進むのがもったいないぐらいですね。じゃあ、ちょっとメニューが開かないと、この人がちょっとうるさいんで。メニューで、セーブ、あ、じゃあセーブしましょうか。セーブね。記念のセーブです。はい、セーブしました。ありがとうございます。はい、じゃあちょっとですね、物語をこう読み解いていきましょう。この子は？こんにちは。コンコン。お、出してくれって感じだよ、これ。これ、持てないの？ダメか。ほーり。ダメか。かわいいですね。not coffee。コーヒーじゃないよって書いてある。あ、餌か。はい、あげる。餌どうぞ。あ、うわ、すごい、そんな腹減ってた？食べて。ちょっとしばらく多分俺もう来れないから、たくさんあげとく。ほら、そんな焦なくていいから。オッケー？なんか腹にたまんなそうな感じだけど大丈夫かな。ふい。オッケーだな。よし。あと、なんだろう、これ。これさっきのウォーターフレーバーですね。なんだろう。水の味。あ、これ。これかけないんだ。あ、かけないんだね。なんだろう、これ。これは、ここはどこだ？ヨーロッパの右なんで、どこらへんこれ。どこらへん？これインド、これだね。インドがあって、で、エジプトがさ、ここら辺になかった？こうあって、ここなんかさ、あれだよね。めちゃくちゃ今、治安悪いとこだよね。で、こうあって、あ、もうここヨーロッパだね。で、ここら辺だね。ここら辺だねは多分誰でもわかるな。ここら辺にあるんちゃうかみたいな感じで書いてありますね。お、アメリカはないよっていうことだね、これね。この地球儀から読み取れますね。うわ、すげえ、ちょっと待って。今なんか通ったぞ。気のせい？これ書けんじゃね？書けんじゃねと思った時にはもうペンがないっていうね。なにこれ。あのタワーの詳細でしょうね、きっとね。はい、残念ながら英語がわからないので、ちょっとじゃあ雰囲気を楽しむ感じで。お、消える！すごい！すごいよ。あはーん、つって。オーイエーイつってね。はい、もう IQ3 の遊びしちゃいましたね、今、本当に。はい、じゃあちょっと外見てみましょうか。録画をしてますね。何かを監視してるようですね。ちょっと覗きましょうか。覗き込む。お、なんかこれあれですね。あの、この矢印の中をここ見とけっていう感じの監視の仕方ですね。これで言うと、どれを見てんだ、これ。あ、あれですね。あの、パイプラインみたいなやつ。高速道路建設中みたいなやつ。あれを見てますね。あれが大事なんですよね、きっとね。で、勝手に動かしていく、このスタイル。鳩いねえかな、鳩。いや、次行くか。よし。ランプがあり。これはなんか、監視カメラですね。まあ、さすがレジスタンス。レジスタンス感ありますね、本当に。ビデオだ。VHS ならぬ AHS ですね。なるほどね。お、パナソニックか？違うね。はい、というわけで行きましょうか。お、なんかメモがある。あ、すごいかわいい。なんか相棒的なやつですかね。メカのいろんなサイズがいりますよね。これはこいつらと戦うことになるのかな、もしかしたら。フラグがビンビンだが、よし、行きましょう。あ、寝た。あ、起きた。ごめんな。じゃあ最後に、はい、ご飯。はい、これご飯だよ。ご飯食べな。はい、ご飯。じゃあね、バイバイ。最高。こわ。ここはね、味方の、あ、コートあんじゃん。ちょっと着るか。あんま着たい感じのコートじゃないけど。あ、取れねえ。画面が黄色くなるのは、なんかこう、オブジェクトと被った時みたいですね。うわっ、ちょっ
ちょっと待って。 俺が悪かったけど、なんか壁にコートが埋まって、なんか人形みたいになった。なんか大根のなんか縁起がいいさ、こうたまにこういう大根取れたみたいな写真ありますよね。そういう感じになりました。白衣になりました。 壁に埋まって色が変わった白衣になりました。じゃあ次進みます。今のはなかったことにしましょう。いや、怖すぎだろ、マジで。本当に怖い。はしゃげんのも今だけですね。ファイヤー。ん？あ、人差し指じゃなきゃダメなやつ。失礼します。何回だろう。これだろうな、明らかに。うぅ。監視カメラないよ。おっ、酔った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 。今酔った。あ、やばい、人がいる。味方か？何？おお、すげえ、チェックしてるよ。光線鎮圧陣も穏やかじゃありませんね。めちゃくちゃ見られてます。すごいな、ゲートみたいなのもありますね。ポッポや。わ、敵いるやん、普通に。よし、行こう。武器ないかな。ウエス持ってっか。ちょっとウエス、とりあえず持ってこう。ウエス持ってって、これもちょっと一応持ってっか。出ねえとかできるのがすげえけどな。よし、とりあえずウエスだけ持ってこう。私、前ね、ディスプレイ業界で働いてるけど、ウエスでこう、納品した壁をこうで拭くっていうね、よくやってましたよ、これ。ちょっと待って、いい、こんなことやってる場合じゃねえんだろうな、きっとな。よし、行こう。これ大事でしょ。ミッシングキャット、猫探してます。あー、違うね。よし、行こう。いや、怖い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 。ウエスがないよりいいよ。ゴキブリ気持ち悪っ。お化けゴキブリ敵で私も発狂するかも。仕方ない、ウエスは置いとこう。さよなら。ん？引くタイプ？お、裏口。何あれ、なんかかっこいい。乗ってますね、人が。いや、すごい。お、な、どこ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 。あ、そっちか。あ、ま、目立つ行動は控えろと。了解。いや、なんか怖い。そこにいる人がもう怖いんだけど、まあ、とりあえず行くか。よし。お、なに？俺？あ、俺じゃないわ。この角度からちょっと見ましょうか。おい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 、無実の罪ちゃう。無実の罪っておかしいか。無実の人なんじゃないですか。人がリアルすぎて撃てる自信がない。俺は今からあいつに撃たれなきゃいけないのかと思うと、マジで気が重い。すごいな。すごいリアルさです。うっ、うじゃないか、当たり前か。お、なんかかっこいいのがある。 いいから行くか。ストーリーが全然進まねえ。ポッポがこっち見てる。ポッポや。あ、すまん。マジか。鳩だけがマジ心の支え。てかリアルすぎるんだよな。もう一回ゲームに入っちゃうとそれが普通になるんですけど、完全に今私、ヨーロッパの街並みになんかいますからね、本当に。リアルすぎる。音の聞こえ方、そういう草とかの音とか、環境音というか、あと、光の感じとか、この手も、この空間の中にある手のこの感じもすごいリアルで、すごいです、とにかく。行きましょう。雨降った後が濡れてますね。よいしょ。
取れちゃってんだね、これ。ダメでしょうね。どこ行け、ああちょ、ああびっくりした。どっち、あっち、あっち無理でしょう、多分。影かかってますね。いや、リアルすぎんだよな、マジで。あ、ロシアかな、この感じは。この字は。あ、ロシアじゃないか。あ、わかんない。この鍵、ごつすぎじゃない?すごいね。あ。え、怖っ。知り合い今の。開かないか。上行くしかないか。